シラフぶっちゃけトーク、水で乾杯。はい、はい、どうもこんにちは、しゅんです。シンボルのケイトです。どうも、わたるです。イエーイ、お願いします。よろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、ということでこの動画はまず、学校編についていろいろ聞いていこうと思います。で、中編後編で仕事編とプライベートな、まあ、恋愛とかが聞けたらいいなと。そういうの話してないですもんね。話してな。めっちゃ嬉しいな。いやー、聞きたいな。ちょっと待って、一旦ちょっとタメ語でいきましょう。タメ語いいっすか。了解。はい、了解。お水ということで、そっちの方が、はいはい、そっちの方がいい。タメ語、はい、タメ口の方がいろいろ聞きやすいかなって。いいよ、俺がはい、じゃあ俺も食べる。全然あ、まずじゃあ自己紹介と、まあどこの学校に通ってるか聞いてもいいですか。はじめまして、わたると申します。学校はですね、今スプロットショーカレッジというダウンタウンにキャンパスがあるところに通っている留学生です。よろしくお願いします。初めて聞いた。初めて聞いた。本当ですか。はい、スプロットショーカレッジ、結構バスの広告とか駅の広告にはあるなんか古いカレッジらしいんですけど。それコースは、コースは今ビジネスのコース取って、インターンとかはなしの座学だけのコースを取ってます。で、ぶっちゃけ言うと、最初こっち来るときに、インターンあるのビザだと思ってて、そう、それで、語学学校のときに、なんか、1ヶ月遅れで、同じコースの同じカレッジの人が入ってきて、で、それで話聞いてたら、その人はコープついてないって言ってて、はいはいはい、でも俺、コープありっていうあれで来てるけど、みたいな話してて、やばで、そんなことある。それで、2人で話してて、じゃあ、そのカレッジにいる日本人の、そのアシスタントみたいな人に聞いてみたら、何のビザ？何のビザ？一応学生ビザっていうスチューデントビザなんだけど、コープではないみたいな。スチューデントビザだったら週20時間しか働けないっていうこと？そう、週20時間今働ける。あ、そうなんだ。で今思うと別にもうコープなくてよかったなって、自分の好きなことやれるし。あ、それは週20時間で1年いられる。1年のビザですね。で1年じゃあ学校には一応通う。はい、4ヶ月語学学校行って、残りの8ヶ月カレッジっていう、ビザで。すごい長いな。そんなビザもあるんだ、知らなかった。みんな大体なんかコースで行ってるから。そう、コアホリデーっていうイメージだ。俺も普通の学生のそのビザで働けるんだっていうのは知らなくて、なんかコープじゃないと働けないみたいな聞いてたから。ちなみにエージェントとか、エージェント利用して、エージェントを利用して、でそのエージェントの人とそういうインターンのこととかも話したから、じゃあ俺はインターンできるんだって思って、じゃあそのコースでお願いしますみたいに言ったら、結局は違かったみたいな。本当にエージェントはマジで確認は本当に大事だと思う話。結構あっち話うまいから、あーそうね、このコースでコースでとか言われると違うビザになってたりするから、はいろ、はいろ確認して。でそれ決めるときは、じゃあエージェントからこの学校がいいよって言われたのを選んだ。なんか何個かあって、でこういうコースのこととかも勧められて、はいはいはい、しますって言って本当にもう全く知識なかったんで、はいはいはい、留学決めるときは本当に海外行って、カレッジ行ってっていう、もうなんか普通の海外留学みたいな感じのイメージしたんで、じゃあそれでみたいな。特に自分のこだわりもなく、ビジネスがちょっと興味あるから、じゃあビジネスのそのコースでお願いします。やべ、めっちゃ営業しやすいな。めっちゃいい営業。そうね、大体みんな決まり文句というか、ここのカレッジは何割しか日本人がいませんよ、できて違ったとかそういう話聞くけど、それもないっていう。そういうのも特に、まあなんかそのスプロットショーはカナダの人も多く行くから結構英語環境でいいですよっていうのは聞いて、あ、そうなんだ、じゃあそうでしょうかなっていう。実際はどうだ。日本、今のクラスは日本人半分ぐらいですかね。半分。現地の人はあんまクラス友達いないんで。結構一人行動してるんで。ああ、なるほどなるほど。だからあんまクラスでの友達、誰がどこ出身とかあんま分かんないんですよね。へぇ、結構、
学校終わったらすぐジム行って、うん、すぐ仕事行ってみたいな感じで、はい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 、あんま遊んでるっていう時間がないかなっていうのが現状。え、それ語学学校の時もそれくらいの日本人半分ぐらいの比率だった、うん、語学学校の時はもう、はい、コロナ真っ只中、うん、5月、6月とかそんぐらいだから、ほんとクラス2人とか3人、全校生徒12人の状態でやってたから、でもそこ日本人が3、4人ぐらい。え、それインパーソン、はいはい、インパーソン。うん、それで。だからもうほんとにマンツーマンの時もあったし、めちゃめちゃなんか最高だもんね。そう、それはそれですごい良かったなっていうのは。だ語学学校で英語を学んだっていうよりかは語学学校で英語を話す環境をもらったみたいな感じで、ちょっとあでも最高だ。もう日本人ってある程度文法とかやってきてるから、いざ語学学校行ってももう知ってるよっていう内容ばっかで、本当に午前中はなんかグラマー授業だとかつまんなくて、でも午後になると自分でスピーキングとか IELTS とかのコースを選べて、でそこのスピーキングの時に結構もう普通に授業じゃなくて普通の会話を2時間半してるみたいな感じ。じゃあもう渡る的にはもう文法とか余裕でっていうこと。文法は余裕じゃないね。そのこっちに来る時のその自分の英語力ってどれくらいだと。どれくらい TOEIC で言ったら500点ぐらいじゃん。500 か、まあ、じゃあ平均ぐらい。平均ぐらい。だから高いわけでもないし、うん、まあ一般知識ぐらい。はい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 。なんかコミュニケーション能力っていうのがまあ自分の中で高いと思ったから、うん、その英語を喋るっていうことに抵抗はなかった。ああ、なるほどね。別に完璧な英語じゃないけど、普通に喋るよ。うわ、それめっちゃ大事じゃん。大事だよね。だから。ちなみにその午前と午後って話あったけど、何時間一日授業は？一日ね、何時、9時から始まって、うん、で3時半前だったから、6時間ぐらいか。あ、そうなんだ。6時間ちょっと。まあでもその時はアルバイトもできない。できなかったね。うん、そうです。でもその時に野球のボランティアみたいなのを始めたから、午後はもうそっち行ってやってっていう感じで、野球ない日は図書館行ってちょっと勉強して、はいはい、まだその時は勉強の意識がモチベーション高かったから、じゃあちょっとせっかくカナダ来たし、はいはいはい、じゃあでもやっぱりその期間で結構こう話すことには慣れた。慣れたね、だいぶ。ずっと家にいるから。俺ね、どん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 減ってきた。減ってきた。え、ここの家は日本人だっけ？いや、外国人いるけど、ほとんど関わりない。関わりないんだ。うん。シェアハウスも、意外にそこまで関わりがないっていうか、うん、結構プライベートでみんな過ごしちゃってるから、うん、なんか、寺派みたいな感じではないなっていうのは、うん、全然あるし。全然、マジで。ちょっとリビングで会ったらおはようとか、いうぐらいで、はいはいはい、なんかそこまで、関わらないなっていうのね、変わんないね。カレッジが始まりました、まあ、ビジネスのコース、ビジネスのコースっていうのは実際何を学んでるの？え、これもね、言いたげな。そう、ぶっちゃけ言うと、あ、このこういうこと学ぶんだっていう自分が思ってたのと、やっぱちょっと違かったっていうのがあって、なんか自分がやりたかったのはもうちょい、なんだろう、マネジメントとか、マーケティングのことだったんですけど、今やってるの結構会計とか、なんか、そう、マネジメントのもうほんと初歩的なこととか、あとはビジネスコミュニケーションみたいなのとかで、なんか本当にもうビジネス101みたいな、本当入門の内容みたいなことしかやってないから、あ、こんな感じなんだっていうのはぶっちゃけの意見としてあるんですよ。なんかもうちょい違うことやりたかったなっていうのは、じゃあ思ってたよりベースだったら、もっともう本当に初歩的な、え、こんなん知ってるよっていうぐらいの内容だったから、じゃあ同じなのかな。なんかみんな旬もそれ言ってたし、そうだからね、本当に本当にやりたいんだったら、あの UBC とかのもう大きい大学入って、まあ、そっちもわかんないけど、しっかりした教授のもとで、学ぶ方が、その本当にやりたいことがあるなら、いいかなっていうのを思ったから、まあ、本当に今学校行ってるけど、
もうカナダに滞在する一つの目的としてなんか学校に行ってるって感じだから、そのビザを維持するために、特にビジネスを学んで何かしたいっていうわけではいいのかな、じゃあそれを使って仕事を得ようとすると難しくなってくる、難しいんじゃないかなっていう。結構コープとかでもなんか普通にカフェでそのコープ使ってたりとか。一緒だ、全然学校と全然そのことビジネスとかなんかコースで取ってたのとは関係ないところで働いて、結局そのビザがどうなったかとかって聞くから、だから本当にさっきも言ったけどエージェントと話すときはしっかり聞いて、エージェントも結構分かってないこととかもあるから。そうね、あ、それはある。それだったらこうこっちにいるカナダの人とかに直接聞いた方が絶対いいと思うし、そう、ちなみにそれ大学卒業で、大学卒業で3月に卒業して5月にかかった。ああ、2ヶ月間普通にバイトだけして。なるほどね。生活したっていう感じ。じゃあ本当に別に日本でバリバリビジネスをやってたっていう、全然何もわけではないけど、ただ単の野球構造。ああ、何もしない。でもそんな人からしてもめっちゃビジネスの初歩じゃんっていう、うん、なんかこんなコミュニケーションのことなんて普通でしょ、当たり前なのだから、会話の中では相手の目を見て、ほんとそんな感じの、まあ、学校によっても違うと思って、はい、バージョンが取ってたのは、そういうなんか聞くことをもっと意識しましょう、相手の話を聞くためにはみたいな。ESL4 ヶ月、8ヶ月大学渡ればね、だからその8ヶ月って結構長いわけじゃん、主要のところより、課題とかの量はどう？課題は、なんか文明上では、文字のあれでは1日2時間から3時間かかる内容が出ますってなってるんだけど、そんなない1時間もかかんないし、別に毎日じゃなくて1日でそれ終わらせちゃえば、終わることもできるかなっていう内容だから、なんかここからここまでやってきてっていう感じではない。いついつが締め切りだからそれまでにやってきてみたいな感じになってるから、まあ、課題の量はそこまでヘビーではないかなっていう感じ。エッセイみたいなやつとか。エッセイもない。ところが、そういうのはまだない。それ俺のところはその月ごとに、まあ、一応パスできるかできないかみたいなのがあって、まあ、言うてでもテストはなくてプレゼンテーションとか、まあ、プレゼンテーション何パーセントエッセイ何パーセントみたいな感じなんだけど、そういうのもない。グレードはなんか2週間で1個のコースがこう終わってくっていう感じ、授業内容が変わってくって感じだから、2週間ごとにテストかプレゼンがあるっていう感じで、だから昨日その今やってるアカウンティングのファイナルのテストが終わったっていう感じで、また来週から違う内容、今度はヒューマンマネジメントみたいな感じの。2週間だったらそれ浅いね。え、本当に本当にこれはマジで言いたくて、これ2週間でやる内容じゃないでしょ。この前ビジネスローとかもやったけど、法律の2週間で学ぶって何みたいな。なんかテストはもうがっつりあるし、あらすじみたいな感じで本当に。で、先生もその法律について逐一教えるわけじゃなくて、教科書を読んでちょっとやってきてみたいな感じで、このチャプターの内容ちょっとパワーポイント使って、まあ、2、30分ぐらい説明したらあと教科書読んでみたいな感じだったから。あ、そうなんだ。お前の仕事何みたいな。授業から得るものよりも授業中やそうっていう思いで。まあなんか海外のカレッジとかって結構そういう感じっていうのは聞くけど、日本みたいに先生が前で全部教えるっていうか、なんか自分でこうやって勉強みたいなのは聞いたことあるけど、はいはいはい、ここまでとは思わなくて、本当に教科書に全部書いてあるから。まあ、先生によってもそれは違かったけど、教え方は。いや、ね、さ、俺思うんだけど、そのカレッジの先生ってその教科一つの専門の人って多分いないんだよね。いないね、多分。そう、俺だからそこがそのカレッジの闇だなと思ってて。え、どういうこと？そのもうね、ビジネス担当、カスタマーリレーション担当みたいな感じだ。多分それはあるね。うん、その法律とアカウンティングを教えてくれた一緒の先生で、ちょっと前にやったプロジェクトマネジメントっていうのも同じ先生で、そうですね、その人は昔
それマネジメントみたいな会社で働いてましたって言ってて、で、こう授業進めていくと、絶対お前法律とかアカウントの知識ないでしょっていう感じだったから、やっぱりね、マネジメントの時はすごい話してくれるけど、その二つに関しては全然話さなかったし、やっぱなんか本当に闇だよね、試験官みたいな感じの、ただ前にいるだけみたいな状態だったから、その二つの、いや、なんとこれね、カレッジの闇だよ。でも言えるのは、どんなゲストが来ても、カレッジは悪口しか出てこない。いや、そうなんよね。やっぱそうなのかね。いや、待て、じゃあ、OK、じゃあ、いいところ聞こう。あー、めっちゃ聞いて、もう。いいところね、聞かないとね。そうだって、これから来る人たち、いいところも。いいところか。うん。まずカナダに入れる。ビザがね、ビザが、ビザがもらえるっていうのと、まあでも、インターンとかつければそこでもお金稼げるから、まあその留学費用とかはちょっと回収できるっていう感じ。システムね。システムがね、いいよね。あとは、英語聞ける。先生が話す英語聞ける。リスニングの勉強にもなる。そういうね、機会があるからね。ないかな。でも本当わかんない。確かにそう言われるといいところってなんだろうなって思う。まあ俺が思ったのは、今まで思ってたのはね、だから大学生、本当に社会のこと何も知らない、どうやってお金稼いだらいいんだろうみたいな、働くってなんだろうって思ってる人が来たら、あ、なるほど、会計っていう仕事があって、マネージャーになるとこういうことを考えなくちゃいけないんだぐらいの人だったら、それ考えるきっかけになって、あ、他の人はこういうふうに思うんだみたいな感じで、まあためにはなるんじゃないかなっていうふうに思う。だから本当にだから社会人からしたらマジで意味ないと思うんだけど、まあ、社会経験がないんだったらその入り口として、なんかなんだろう、こういうことも考えなきゃいけないんだっていう視野が広がるっていう意味ではいいのかなと。すごい、すごい、正解。それだ。それが答えだ。カレッジの。で、まあ、その中で、なんだ、プロジェクトとか作るのは結構自分でもためになるし、一個プロジェクトで、その筋トレの内容をプロジェクトにして、はい、その自分がパーソナルトレーナーとして、この人を、何ヶ月後にこの目標を達成するためにはっていうプロジェクトを自分で立ててやったから、それは結構面白かったから、まあ授業によってかな、そのやりたいこと。アクティビティとかは、アクティビティは語学学校はめちゃめちゃあった。毎週何かしらあったし、水曜日がなんかみんなで昼とか集まってパンケーキ食べたり、なんかいろいろやって、だから自分の語学学校は結構おすすめはできるかなって。でも今なんかめちゃめちゃ人増えて、はいはいはい、日本人も多くなったっていうの聞くから、一クラス十何人とも行くし、だから自分がいた頃と比べると、あ、そんな増えてんだって、二人とか一人も、まあ、まあ確かにね、二人とか、それはね、整形立てらんないよね、普通に学校として。すごいと思う。だから普通金曜日はなんかみんなでどっか学校なんと行きましょうとかもあったし、だからギャスタンとかのなんかツアーみたいなのもあったし、いいなぁ、なんかどっか行こうっていうのは学校側からやってもらってたから、アクティビティはあった。それめっちゃいいじゃん。無料というか、無料無料。 あでもなんかお金払って取っていくやつもあるらしいけど、それやったことないし。それ語学学校の時だけ。語学学校の時だけ。今はないんだ。今何もないね。カレッジってあんのかなって思うぐらい何もないし、さすがアクティビティが。はい、ということで、じゃあ学校編は、学校編は以上にしようかなと。はい、まあ結構、まあやっぱりためになる。ためになる。こっちに、まあそうだね、来ようかなとかいろいろ考えてる人とかは、リアルの、うん、何も知らないからさ、やっぱり夢ばっかり抱くよ。そうだね、キラキラな海外留学生、うん、夢ばっかり抱くと、そう、落とし穴にはまるから、落とし穴があることを知るとやっぱりそれ避けられるから、確かに、うん、それも大事かなと思うんだけど、それでもね、やっぱりね、みんなキラキラが見たくてね、そう、うん、文句言ってくるやついるんだけどね。いや、キラキラ話でいいな、何でも作って話せるから放課後はカフェ行って、現地の人と英語で喋ってやったことないけどさ
目。そう。はい、ということで、渡るにね、うん、リアルを、リアルの学校生活とか、イベントとかいろいろ聞きました、うん。ありがとうございます。はい、ということで、この動画良かったなと思ったらチャンネル登録と、高評価、コメント。ブランデーさんもどしどしお願いします。はい、あと渡るの YouTube の、リンクも貼っておくんでね、見てください。はい、見てください。3人のインスタグラムの、はい、3人のインスタグラムも貼っておきます。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。じゃあねー。バイバーイ。